説明しよう。アマングアスとは、裏切り者と市民に分かれて行ういわゆる人狼ゲームである。裏切り者は1人から2人、市民は全員が与えられたタスクを終わらせることで勝利することもできるが、話し合いをして裏切り者をあぶり出し投票で追放することでも勝利できる。話し合いは死体を発見した時、またはロビーの赤いボタンを押すことでも開始できる。その話し合いでは誰かに投票することもできるし、投票をスキップすることもできる。最多の得票数となった者はゲームから追放される。裏切り者は市民と裏切り者が同じ人数になるまで殺せば勝ち。裏切り者はタスクを行うことはできないが、停電を起こして視界を暗くしたり、ドアを封鎖したりして邪魔できる。酸素を薄くしたり、エンジンを破壊したりするとカウントダウンが始まり、カウントがゼロになっても裏切り者の勝利となる。また裏切り者しか使えないダクトを使って逃げることもできる。さあ、My name is Kurume。 さあ、インポスターはどちら様なんでしょうか。まあ、とりあえずですね、まあ動き方を見ていきたいんですが、まあ、とりあえずコモンタスクはね、まずはやっていきたいといったところ。コモンタスク、アカンさんはコモンタスクやってる風の動きはしていたが、どっちかわかんない。さあ、今のところどっちかわかんない。白と黒がいたのは覚えているが、緑来た。緑コモンタスクやりに来たっぽいけどな、今わかんねえけど、ちょまだわかんないですね。まだちょっと様子見てみて。あっ、あっ、あなるほどね。なるほどね。ちなみに私が通報したんですが、エレクトリカルで、アカンさんかな、死んでたのは。あ、はい、あっち組は違うよ。まあ、待って、分かんない。僕の予想はですね、今なんかめちゃくちゃまとまってた人たちいたよね。私早々に抜けちゃったけど、はい、ちょっと喋らせてもらってもいいですか。僕発見した僕が喋らせてもらっていいですか、まず。はい、はい、まあとりあえずやってたのは、あの紫色の人がブシュッて紫色の人がめちゃくちゃブシュッてやってたんですよ、白い人を。でもう一人犯人分かりますね。あ、ちょっと僕喋らせてもらっていいですか。私喋らせてもらっていいですか。まだあるんで、はい、ブシュッてやってて、でブシュッてやってた人の近くにいた人がいるんですよ。なんか、はい、誰ですか。ピンク色の人がなんかエレクトリカルから出てきたんですけど、そう、通報何もしてなくて。ちなみにそのお二人の弁解はあるんですか。え、絶対見えてるんですよ。あって、あそこあそこ絶対見えてるもん。さあ、ちょっとじゃあピンク色の人のちょっと一回あの反論から聞きましょうか。マイクの調子がちょっと悪い。よし黒だあれ絶対黒だ。マイクの調子が悪くては草。これ一回じゃあちょっと紫に一回入れて。あ、俺ちょっとピンク入れた。あ、ピンク入れた。いや、多分ピンクちょっともうちょっと泳がした方が面白いかなと思って。いやでもピンク入れちゃったら、あの黒が2人結束したら、あの222とかになって、あのタイになる可能性あるから、もう合わせないといいか。いや、確実にやってたのが紫なんで。小悪魔どっち入れた。小悪魔どっち入れた。赤かもしれないですよ。赤がやったかもしれないですよ。聞いてください。はい、あれもう俺もう4人で固まってるの見ちゃったんですよ。トールさん、アカンさん、マグマグさん、岡さん。はぁ、あ、この2人なんですよ絶対。じゃあどっち入れたのか教えて。どっち入れたの。マグマグさん。ああ、じゃあピンクから行くのね。了解。いや、どっから行くのかが分かんなかったから。じゃあちょっとマイクの調子が悪いピンクの方、最後に投票していただいていいですか。自主お願いします。エリアに陣取るんで。いや、スキップで。お、あいつ自主しね。あいつこれはあれはバレるだろう。あれはバレるだろう、どう考えても。大胆な行動すぎるだろ、あれ。ふざけんなよ。絶対紫だわこれ、 100% 紫。おい、どうした。おい、紫、お、紫どうした。おい、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 じゃあ、もう言葉はいりませんよね。まあ、1個言うと、すべてはマグマグさんが悪いですよ、これは。おい、あれ、僕も
なんか若干予想はついてたけど、多分マグネーが多分、うん、もうなんかもう光の速さで殺しちゃったから、お母さんはもうそれについていくしかなかったんだろうね。あ、そういうこと。正解っすよ。マグネーがトールさん殺した時に赤さんが来たんだけど、でも殺すしかなかったんだ。あれよ、きっとマグマグさんお腹減っててカレー食いたかったんや。やったはいいんですけど、その後に後続来ちゃったせいで、だからきっとトールさんのカレーを奪い取りたかったよ、マグマグさん。めちゃくちゃおもろいやん。もう実地笑った。実地教会。ちょ、すべてはマグネ、マグネがあそこの殺したタイミングで赤さんが来ちゃうのが。殺意が抑えられない人がいると面白いよな、やっぱ。やっぱね。いや、これは面白い。これがアマグラスですよ、皆さん。俺、あの感じで殺したら正解。一番面白かったのは。いや、マグレナイスだったね。マグマグさんの限界が一番面白かった。面白かった。マイクが。マイクの調子が悪くてって。ハードウェア。ハードウェア。いいところ。やりたくない。いや、いいよ。でもね、マグネーのおかげで盛り上がってるから。確かに、うん、間違いなく素晴らしいと思う。岡さんめちゃくちゃ目の前でブシューやってたからね。やるしかなかったんだもんね、多分ね。さあ、お、なるほど。なるほど。これは難しい役回りきたな。これ一回マジで、あの白だということを勝ち取らせて、なんか何もやらないっていう選択肢取ろうか。スワイプカードなんで、一回スワイプカードをやってるふりしよう。スワイプカードやってるふり。え、ピキン、シュイーン、オッケー。スワイプカードオッケー。で、スワイプカードをやったふりした。ちょっと一回白っぽい動き、めっちゃしよう。一回マジのマジの白っぽい動きしよう。リンクスの伏せ読み並みにむずい、確かに。なるほど、アカンさんここではやらないと。なるほどね。はい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 。ちょっと一回セキュリティ行ってみましょうか。セキュリティ行って、ここでなんかちょっとすごい白っぽい動きをして。俺まだやんねえからな。俺殺意の波動めっちゃ抑えてる今回。サッチーの波動をめっちゃ抑えて、はい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 、一回サボタージやりますか。ちょっとね、一人で行動してるのあんまり怪しいんだけどね。今あれだね、チルして、で、メルトダウンしよう。メルトダウンしよう。メルトダウンさせに行こう。これ解除、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 解除。これはもう速攻解除。ナイス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 。お、あれあれ、すごいね。やばいのでは、これやばいのでは、これはやばいのでは、場所、あ、そうか、場所わかんねえのか。私は、はい、もう緊急タスクが終わった瞬間に、とりあえず生存確認の意で、私はずっとあそこに、あの中央のとこに待ってたんで、あ、で終わった瞬間にポチッと押したんですけど、はい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 。なので、私からは特にないです、以上です。はい、なるほど。どこで死んだのか分かんないのかな。分かんないんだよな。ね、ワンチャン、トールさんはカフェテリアとか、ストレージとか、あの付近だと思う。うん、最後に、はあはあ、漬物さんとかマグマグさんとかと、うん、トールさんが入ってくるなみたいな。はい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 、はい。どこだっけ、ね、アドミン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 。そう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 。で、そのタイミングで、俺ちょっと一個だけリュウさんの行動が気になってね。なんかね、はいはいはい、距離感がすごいね、殺されそうな雰囲気があるんだよ。え、ないよ。なんでだよ、すぐ疑う友達だろ。でも、友達だろ。これ、すぐ。ちょっとメタ読みになっちゃうけど、リュウさんの回線がピング高いから、距離、リュウさんの撮ってる距離感と、ユウさんから見えてる距離感が違う可能性があるんで、まあ、まあ、それはあるかもしれないけど、おい、やめろって。え、別に、いや、怖い、怖いんだよね、何もしないだろう。だって一回さ、しかもさ、なんか俺ユウさんとすれ違ったけど何もせんかったぞ。そして、いやいや、あの時近くに人がいたから殺されんかっただけだと俺思ったんですよ。え、人いなかったよ、周りに。発言よろしいでしょうか。周りに人いなかったですよ、はい、はいはいはいは
はい、ちょっとこの漬物さんの通報がすごい生存確認っていうのはわかるんですけど、はいはいはい、もしかしたらこの向かってる最中に人がもう向こうに集まる、あの左に集まる確定してるんで、死体の場所隠すための通報なんじゃない、あのミーティングなんじゃないかっていうのもちらっとよぎって。なるほど。あれ、ただ人参さんこのタイミングで誰か一人釣るのはちょっとリスク高いんで、いやでも誰か一人釣らないし、怪しい人を決めとかないと。でもそうです、じゃあ俺はリュウさんが怪しいと思ってます。もうなんでだよ、友達だろ。おい、なんでだ、やめろ、なんもしないって。何もしない、マジで。逆に怪しいんで、僕はユウさんだと思います。俺も漬物だと、俺はユウさんだと思って入れました。あ、とりあえずあいつ許さないからな、俺を疑ったことを。マジでお前、お前さて鬼だな。俺なんだよな。俺なんだよな。でここでちょっと一回ユーズみたいなことして、でギリギリサボタージュで、これ今度はもう一回リアクター行くか、もう一回リアクター行こう、もう一回リアクター行って、でアカンさんとダブルキルすれば俺勝ちだから、アカンさんとダブルキルすれば勝ち。いや、ダブルキルできるかな、アカンさんとダブルキルすれば勝ち。こっちか、アカンさん早く、よし、ナイス、オッケー。あいつじゃねえか。いやもうほらほら、どこないやんけ。え、でもちょっと一個言わして、俺すごい殺意抑えたよ、ちなみに。いや、抑えてました。めちゃくちゃ抑えた今。あの、俺は今クリューメイトだって思い込んでプレイしてた今、正直。自分もクリューメイトだって。そう、めちゃくちゃ抑えた。で、アカンさん最後のダブルキルナイス。そうそう、あれはもうやるんだろうなって思って、やったからもう反射的に押しました、ね、そうだね、そうだね。一言いいですか、皆さん。おい、ざまほら、俺のスパチャ返せ、行けばよかったんだよ、あいつ。低評価押しときますね。やめろやめろ。